皆さんこんにちは。 UACA ジュニアコーチの新森です。日頃より当クラブに通っている児童生徒の皆さん、そしてお子様をサポートしてくださっている保護者の皆様、本当にありがとうございます。さて、UACA というクラブはですね、実は2014年に新山が社会人の陸上競技クラブとして立ち上げまして、そして私が2019年に社会人の競技者として加入、そして2020年の4月にですね、新山と私で中高生の部を作って、ジュニア部門でこう子どもたちに陸上競技の指導普及をしていこうじゃないかというところで、ジュニア部門が立ち上がりました。そして、大野小学校、古川小学校などでの活動が始まりまして、2023年9月末現在でですね、約今通っている生徒は150名で、3年半で通ってくれた生徒児童の皆さんで合わせて合計で250名の方に、通ってくださいました。本当にありがとうございます。さて、この間ですね、私2019年の4月からは青森市古川にあるレクシスという1対1または1対2でトレーニング指導するパーソナルジムに勤めながら、私はコーチとして活動を続けてきたんですけれどもね、今までは私社員として雇われて、雇われの身だったので、こういうふうな形で融通が効いて陸上クラブとしてやっていけたんですけれども、ここから私は社員からオーナーになるということで、どうしてもですね、平日の夕方から夜の時間帯がそちらのトレーニングの指導の方に回るということで、陸上クラブの活動へなかなか参加が厳しいということで、この度、コーチをですね、辞めることになりました。で、どっちもやってよみたいな声もあったんですけども、なかなかですね、どっちか中途半端な指導は私としてしたくなくてですね、なので2頭追うものは1頭をも得ずというふうな言葉がありますけれども、その言葉の通りですね、両方を追い求めるのではなくて、私はトレーニング指導の方で、これからはお仕事に専念していくということになりました。はい、そしてじゃあもう新森コーチに会えないのかといろんな方から言葉をいただくんですけれども、全然会うことはできます。私はですね、新山とこの間いろいろ相談しまして、 UACA にはですね、ストレングス&コンディショニングコーチという肩書きで、ちょっと長い肩書きなんですけども、名を前を残していくことになりました。で、一体どういうことをするのかというふうなお話なんですけれども、まあざっくりと、皆さんの体の土台作り、走る、飛ぶ、投げるための体の土台作りの部分と怪我を予防するっていう両方にミックスした個別指導っていうものを、これからは皆さんに提供していきます。コースとしての開催っていうのはないんですけれども、私のジムに来ればですね、皆さん私に会うことができますので、ぜひご来店いただきたいというふうに思います。ちょっと宣伝になりましたけれども、一応皆さんにですね、最後の回の時にこういったチケットを渡しております。で、私のトレーニングの指導1回50分ですね、無料券ということでお渡ししてますので、記録の向上とかで悩んだ時とか、あと将来的にですね、ダイエットで悩んだ時とか、あと週1回でも運動習慣をつけたいよっていう時とかね、私になんか人生相談みたいなのがしたいよっていう時でも、いつでもいいですので、将来困った時にですね、こちらの券をご使用いただければというふうに思います。はい、これが皆さんへのプレゼントになりましたので、これですね、私嬉しいのは、今ね、通ってくれてる小学生の皆さんが、例えば中高生に上がって陸上競技やってるとか、あと結構多いのがですね、大人になって結婚しましたと、結婚式あげたい時にこうダイエットしたいみたいなそういう人ももし出てくればですね、私の方のジムに通っていただければなと、その時にこれを持ってきていただければすごく嬉しいです。はい、ということでですね、完全にお別れというわけではなくて、いつでもジムに来ればいますのでね、皆さんお気軽にお越しいただきたいというふうに思います。はい、でこれから私はですね、UACA の土曜日の練習会には一応参加する予定ではいますので、行ける時に行きたいなと考えてますので、その時は皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、クラブ員の皆様、そして保護者の皆様の、健康とこれからのご発展を祈りまして、最後の挨拶とさせていただきます。本当にどうも3年半の間ありがとうございました。
新森コーチ。速くなれる走り方を教えてくれてありがとうございました。新森コーチ2年間ありがとうございました。イエイ1ヶ月ありがとうございました。イエイじゃあね、今まで指導してくれてありがとうございました。ウェイ。新森コーチと話してるとすごく楽しかったし面白かったです。約2年間ありがとうございました。走り幅跳びの練習やコツをたくさん教えてくれてありがとうございました。これからも記録を伸ばせるように頑張ります。短い間でしたが、いろんなことを教えてくださってありがとうございました。一緒に練習できて楽しかったです。腰に気をつけてください。体調と腰に気をつけてください。短っ。体に気をつけて、これからも頑張ってください。短い時間でしたが、ありがとうございました。短い時間でしたが、ありがとうございました短い時間でしたが、ありがとうございました。一年半ありがとうございました。これからも陸上頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。新森コーチありがとうございました。コーヒー買ってください。陸上のことをいろいろ教えてくれてありがとうございました。陸上のことを教えていただきありがとうございました。この子は一生忘れません。ありがとうございました。オリンピックに出てください。新森コーチありがとうございました。アキレス腱に気をつけてください。新森コーチ、今までありがとうございました。私たちは新森コーチのおかげでとても足が速くなりました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、なんかこれもういいので、これはもういいので、え、いいのせなじゃあ入る、ここら辺で、どうもちこっちオッケー。こんにちは。こんにちは。USA で初期クラブから入ってたんですけど、いろんな知識とか聞けて、あとまあ雰囲気です。雰囲気だが大好きでした。ありがとうございました。どうした。自分たちもラスト1年とか大学でも頑張るので、下村さんも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もりこうちびっくりマークwe love you ハート今まで幅跳びを教えてください。ありがとうございました。はい。はい、ジムの指導もよろしくお願いします。怪我ばっかする僕でも、一生懸命幅跳びを教えてくださって、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これからもお願いします。I love. あ、セオリー。小学校から
たくさん指導してくださりありがとうございました。これからもジムでお願いします。今まで空中動作やいろんな幅跳びのことを教えてくださりありがとうございます。ジムではこれからもお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ふざけてる。バイ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 。新森さんの卒業ということで悲しいですね。お世話になったコーチ陣が一人いなくなっちゃうってだけでもなんか自分の心の支えが一個欠けちゃうってことなので、それはこれからちょっと一人で、その新森さんが自分のトレーニングの計画の中でやってくれた分を自分で賄わなきゃいけないってことになっちゃうので、窮地にさらされたわけですけども、私はそれができますので、新森さん心配しないでください。本当にお世話になりました。私、新森さんいなかったら私今の私全然いないので、新天地でも頑張ってくださいね。私も誰かの人生で大切な人になれるように頑張ります。お疲れ様でした。新森頑張るんばルンバ新森コーチラブユーハートハート。入る？ここにいるみんなこの後将来的に幅跳びやるので楽しみにしててください。楽しみにします。カワチーって言ってみる。新森さんは？いくよ。新森さんはカワチー。バイバイ。さよなら。バイバイ。めん玉。あ、撮ってる。新森コーチ、今まで本当にありがとうございました。新森コーチお元気ですか？あの、お世話になりました。またどっかで会いましょう。新森コーチー1年間1年間ぐらいありがとうございました。一回幅跳びに行ったりとかいろいろしていろいろご迷惑をおかけしました。すごい楽しかったです。今度 お店来てください。また来ますね。ありがとう。新森さんお世話になりました。と、新森さんが声かけてくれて私の陸上人生はすごい楽しいものになってます。本当にありがとうございます。このご縁は大切にしていきたいと思います。またどっかで会えると思うので、その時まで元気で頑張ってください。ありがとうございました。
自分に一言本当に楽しかったですね。この0から1で陸上クラブを作るっていうのはなかなか大変ではありましたけども、あの皆さんとこうやって接することができて非常に幸せな3年半でした。これからもまた皆さんどうぞジムでよろしくお願いします。